でいつも立ち食いなんですか、お母さん。喧嘩するからさ。あるあるです。何あるあるごめん、あるあるで何とかあるあるから言わないと、何のあるあるか分かんないですけど。子供を嫌だる。ああ、大家族あるある。大家族あるある。5時のままあるある。そう。あの、座って食べれない。もう、好きあらばどこでも食べて。っていうね、チャンスを狙わないといけないからっていうことで。全然座れない。いや、勉強になります。そういうのやっぱりね、分からない人いるかもしれない。そう1時間お休憩、お休憩もない。座り防止条例が発令されそう。ああ、わかりました。パパヨンでやってみていい？マンボウじゃなくてね。パパ？おはようございます。石垣島2日目でございます。2日目、楽しいですもう海入りたい。海入りたいんですけど、ですね、あいにくの天気でございまして。初なんだよね。ああ。ちょっといろいろ考えてるんですけど、とりあえず子供たちはね、海にとりあえず行きたいということなので、気温もそんな高くないんですけど、一旦ね、もうシュノーケリングにはここだろうっていう、もう石垣島はここしかないよっていうビーチがあるので、ここから 3,40 分ぐらいかな、一旦ね、そこに行きたいなと思っております。あ、お昼とかもね、なんかいろいろ紹介したいところあるんですけれども、なんか4時半だから、そう、石垣は大好きです。あ、すごい、ありがとうございます。みくん元気ですね。じゃあ、それでは出発していきたいと思います。楽しんでいきたいと思います。潜ります。すごいね、潜ります。はい、それでは今から出発したいと思います。まずはですね、お昼を買い出してから行きたいと思います。知念商会さんに行きます。ここのね、鬼笹が最高なんで、ご紹介したいなと思います。サングラスしてるんですけどね、日差しはそんなにないし、逆にしたら見づらいぐらいの感じでございます一応ね、石垣だから気分だけでもね、ちょっとサングラスしたいなと。では行きましょう。本当にでも今回泊まってる Airbnb、 僕ん家がいつも行ってるお店の近くだよね、全て助かるね。あそこすごくいいね、やっぱり最高だね。ね、あ、一年紹介さん、めちゃくちゃ有名だよね。久しぶりだ ね、毎回来るたびにお世話になっております。鬼笹買いに行きたいと思います。これ何買ってきたの？これは鬼笹です。下にですね、ささみのフライで、上におにぎりを乗っけて、これをもうぐちゃぐちゃにするっていうか、潰しちゃってくっつけちゃうみたいな。のり玉？そう、のり玉にした、あの袋の中で。そう、袋の中で、これをいつも海に持ってくんだよね。そうそうそう、なんかもうだから海行く気分になっちゃってるから勝手に勝手に勝手に、ね、この鬼笹で。そう、いつもこのスタイルだからね。そうです、これ沖縄スタイルでございます。で、これで食べる。しかもこれすごい混んでるもんね。すごい混んでる。これ70円、ご飯70円の上が150円。1000じゃない、上1000円だったら高っ。220円ぐらいでこれが手に入るってめちゃくちゃ安いよね。そのお昼ご飯助かるよね。ああ、お腹あれでちゃんとあります。うん、おかずとご飯いいですね。最高、海行くって感じ。まだ行ってないんですよね、うん、じゃあもう一個ね、もう一個おやつを買って、嬉しい、行きたいと思います。最高のおやつ、嬉しい。ついてからのお楽しみです。起きたのじゃら、消えちゃった。到着いたしました。こちらですね、さよこの店でございます。10時オープン、今10時です。もうね、なくなっちゃうんです、これ10時行くないと。はい、さよこの店今行ってきました。めっちゃ混んでたね。めちゃめちゃ混んでた。10時になった途端に車と人がズバズバ来て、で、この今回ね、これを買いました。サーターアンダギーです。ね、これ最高に有名なやつ、最高というかめちゃくちゃ有名なやつなんですけど、この石垣島のさよこの店がめちゃくちゃ有名なんだよね。そう、で、このプレーンはもう10時にしか買えないっていう。なんで？時間で決まってる。時間で決まってるから。次は初めて食べます。これとかシナモンとか、それが20分ごとで揚げる時間があるんじゃない。うまっ、やば、食べた。僕の知ってるサーターアンダギーじゃない。だからみんなあれなんだ。めちゃくちゃふわふわサクサク、もう普
通硬いからね。これうま。残ってるの？うま。いや食べて食べれば。天気悪いけどテンション上がっちゃいますこれ。そうですね。じゃあこれ天気悪くなかったら来なかったお店だから。ね、朝から海行っちゃうからね。食べてみる。食べた。うま。こんなふわふわ。ふわふわ。ね。やば。これ超うまいよね。毎日食べたいね。あんま食べたい。うまうまうま。10時並ぶわ。うま。しかもここうちの指から歩いて3分ぐらいです。めっちゃいいねこっちね。いい朝食。ね。歩きながら買い物行くみたいな。最高。僕あんまり好きじゃないんだよサーターアンダギー。そうだからさいつも言ってくれなかったけど。これはうまい。全然違いますね。でなんと僕たちですねもう鬼笹が子供たちが食べ過ぎてしまって終わってしまったんで今知念商会に戻ってきました。もう一回鬼笹を買ってから海に出かけたいと思います。鬼笹チンチン B だよ B。 はい到着いたしました。米原ビーチの駐車場なんですけれども入り口がですね向こうですね。向こうで入ってきてここの両サイドはね1日500円の有料なんですけれども正面のねここの駐車場は無料ですので空いてたらね絶対にここに入れましょう。で向こうからビーチに行けます。一回ねちょっと海の様子を見ます。はいこちらがですね米原ビーチです。石垣島のねシュノーケリングをするんだったらもうここしかないという場所でございますがもう僕たちだけのプライベートビーチになっております。最高ですね。ちょっと行ってみましょう。冷たい。いつもの感じゃない。いつももうぬるいじゃん。うん。冷たい結構。やばい。やばいよこれ。これ入れない？入れない。入りたくない。結構よ。あ、そんなでもないじゃん。いけるよ。いやちょっと誰も海に入らないっていうことなんでパパがね代表で入水していきたいと思います。いや。全然冷たくないと思うけどこれぬるい方だと思うけど。でも透明感はやっぱ全然違う。いや透明感すごいよ。めちゃくちゃ透明感あるよ。いや絶対いけるよ。全然冷たくないよ。はい準備が整いました。なんだかんだね翔さんも来てみっくんも今準備してこれからシュノーケリングの練習をしていきたいと思います。このね米原ビーチで僕4回目なんですけど初回 GoPro を、沈没させて2回目 GoPro 沈没させて、3回目前回はアプローチをなくすということをしてますので。はーい。はい、一緒にいるよ。なのでね気をつけないというのはいけませんね。狙われてるのは多分ドローンじゃないかと思ってます。それでは今練習していきたいと思います。海の中見ましょう。すごい綺麗なんで。いやすごい綺麗ですね。今そこにねおじさんが餌を撒いてたんですけどすっごい魚が集まってくるみたいですね。で今日はちょっとね沖の方はね波が高いので波が立ってるところがリーフエッジっていうドロップオフもうすごい深くなってるところなんですけどそこまではちょっと行けなそうです。ちょっとね探検していきたいと思います。米原ビーチ今、出てきました。ちょっと天気が悪かったのでねサクッと、シュノーケリングだったんですけれどもやっぱり圧倒的な透明度と魚の量サンゴの豊富さびっくりでございました。
地下やばかったね。ちょっとみんなは入れなくてね、残念だったんですけれども、また明日、波照間行きますのでね、そこ天気良くなったら、みんなでウミガメもいるビーチでね泳ぎたいなと思います。で今から、パパヤさんというね、なりちゃん、T シャツがなくてなりちゃん泣いてます。パパヤさんというジュース屋さんに行って、サトウキビジュース、砂糖を使ってないサトウキビジュースを飲みたいと思います。いつも潜れなかった、いつも潜れなかったね、だって冷たかったから、寒かったからね、しょう行けたね。